12月26日、火曜日東京、有明アリーナで開催される、ボクシング世界スーパーバンタム級2団体、WBC&WBO、王者、井上尚弥、30イコール大橋、の4団体統一戦。もう一人の同級2団体、WBA スーパー &IBF、王者マーロン・タパレス、31イコールフィリピン、との対決が、いよいよ今月に迫っている中、試合へ向けた井上の調整も順調と大橋会長がブログで報告した。所属ジムの大橋会長が2日にアップしたブログでは、海外から招集したスパーリングパートナーに豪快なパンチをヒットさせる場面や、見事に割れた腹筋など目を引く写真が多かった。これまでもスパーリングパートナーを KO するなどのシーンを報告しており、井上の調子は変わらず万全と見られる。10月25日の会見で大橋会長は、メキシコからスパーリングパートナーを呼んでいる、と話していた。一人は日本未公認のイボ世界同級王者のエリック・ロブレス、メキシコで IBF 同級15位でもある。もう一人もサウスポーのホセ・アンヘル・ガルシア、メキシコだ。井上も1ヶ月間いてもらう予定で、また1ヶ月にメキシコから2人交代できてもらう、と語っており、これからもスパーリングが続きそうだ。さらに進化していくことだろう。また、同会見で井上は、スーパーバンタム級統一も2023年内にクリアできそう。完璧な状態に仕上げるので期待していてください、とし、見ている方には KO 決着を見せたい、と強く意気込んでいた。これで勝利すれば、スーパーバンタム級わずか2戦で4団体制覇となり、テレンス・クロフォードに次いで史上2人目の2階級4団体王座統一王者となる。今回も、モンスターの名にふさわしい圧巻の KO 劇を期待したい。互いの戦績とデータ。井上尚弥、30イコール大橋、身長165センチメートル、体重、スーパーバンタム級、55.34kg 以下。リーチ171センチメートル、右ボクサーファイター。戦績、25勝22KO 無敗、KO 率 88%。主な実績、世界4階級王者、元世界バンタム級士団体制覇王者、現 WBC&WBO スーパーバンタム級王者。マーロン・タパレス、31イコールフィリピン、身長163センチメートル、体重、スーパーバンタム級、55.34kg 以下、リーチ 165cm、左ボクサーファイター。戦績、37勝19KO3敗、KO 率 51.35%。主な実績、元 WBO 世界バンタム級王者、現 WBA スーパー&IBF スーパーバンタム級王者。